京都府知事の西脇です。現在、京都府全域でまん延防止等重点措置が適用されています。このまま感染拡大が続けば、医療現場や社会機能の維持に大きな影響を及ぼすことになります。感染の連鎖を抑え、この波を乗り切るためには、一人一人が感染しない、させないための慎重な行動が必要です。 府民の皆様、事業者の皆様にはご負担をおかけしますがご協力を心よりお願いします。